はい、皆さんおはばちゃん宮内ゆきです。今日もお疲れ様でした。はい、皆さんお久しぶりです。はい、無事インフルエンザが治って帰ってまいりました。ですね、まだ喉の調子が本調子ではなくて、あともうちょっとで多分治ると思います。はい、でもバッチリ元気に、体はすごい元気になってるんで、はい、本当にご迷惑おかけしました。本当にね、皆さん心配していただいてありがとうございます。ですね、今日は僕が唯一 OK な香水紹介したいと思います。最近香水始めました。アナッスイドリームスっていう、はい、香水ですね。僕香水が本当にダメで、そう、なんか女性とその付き合ったりした時とかも、まあ大体普通つけてるんじゃないですか皆さん。だけど僕はちょっと、あ、ごめん、ダメだからやめてみたいな感じで行ったりしてたんぐらいなんですけど、この匂いだけは唯一大丈夫なんですよ。まあ入れ物はこんな感じになってるんですけれどもね、これをプシュッとまっするわけなんですけど、まあなかなか、なんて言ったらいいのかな、甘い感じの香りってことで、まあ先日その沖縄に行った時にちょっと友達にも手伝ってもらって、なんか今までとちょっと違うことをしたいと、でそんで、まあ、香水をじゃあちょっとつけてみようかなって今まで、まあ、敬遠してたんですけどね。でそれでまあいろんなの嗅いでもほとんどダメだったんですけど、これは大丈夫でしたね。はい、見えましたかね。ぜひぜひ皆さん、はい、これだったら僕大丈夫なんで、この香水だったらまあこんな感じの系統っていうか、なんか甘ったるいっていう感じみたいなんですけどね。こんなんつけてたら絶対なんかまた女ができたとか、まあいろいろ多分言われると思うよとかって友達に言われながら、はい、買いました。うん、特に別に何もないんですけど、まあちょっとなんか変わったことをこうやっていきたいなっていう、変化でね、まあ同じことばっかやってるとやっぱり進歩がないんでね。はい、そんな感じです。治ったばっかりですけれども、もうめっちゃ語ってますねっていう感じで、もうすごい元気で今週からまた頑張っていきますので、もうめっちゃ飛ばしていきます。はい、そうです、病み上がりなんであんまり飛ばしすぎないようにしますね。はい、楽しく、皆さんの幸せを祈りながら頑張っていきたいと思います。それでは宮内ゆきでした。